では、第5課の文法を勉強しましょう。1、移行形。2、動詞の移行形と思っています。3、何々たら何々。4、疑問詞。動詞の多形らいいですか？5、動詞の辞書形つもりです。6、動詞の辞書形予定です。名詞の予定です。7、助詞プラスも。8、動詞のマス形、安いです。動詞のマス形、にくいです。1番は、移行形です。動詞には、移行を表す移行形があります。動詞の移行形は、積極的に相手を誘うときや、自分が何かをするという気持ち、自分の意思を表すときに使います。では、移行形を作るルールを見てみましょう。1、グループ1の動詞は、辞書形の最後の仮名を、その仮名の属する行のお段の仮名に変え、うをつけます。例えば、行く、行こう、行くのくをお段のこに変え、うをつけると行こうになります。行く、行こう。では、もう一つの例を見てみましょう。読む、読もう。読むのむをお段のもに変え、うをつけると読もうになります。読む、読もう。これはグループ1の移行形を作るときのルールです。N5 で説明した帰るや走るのようにグループ2の形をしているが、グループ1に属する動詞を移行形に変更するときもこのルールを適用します。例を見てみましょう。帰る、帰ろう。走る、走ろう。2、グループ2の動詞は辞書形からるを取ってようをつけます。ですのでグループ2の動詞の移行形は全部ようで終わります。では例を見てみましょう。食べる、食べよう。食べるのるを取って、ようをつけて、食べようになります。食べる、食べよう。教える、教えよう。教えるのるを取って、ようをつけて、教えようになります。教える、教えよう。これがグループ2の移行形を作るルールです。3、グループ3の動詞の移行形はこちらです。来る、来よう、する、しよう。
グループ3は不規則動詞ですので、それぞれの移行形をしっかり覚えましょう。